どうもこの丸です。木太郎です。じゃあ今日はミーアイの初冠番組ミーアイの夢みたいがねレミノで配信されていよいよね第1話が放送されたわけだけどめっちゃ面白かったね。もうさ夢みたいだったよね。<laughs> いやタイトル言っただけじゃんそれ。<laughs> 何言ってんの。<laughs> いやてか面白かったね。ね。うんうん いや、そうな。まあ、今回の番組は、やりたいことを叶えるっていうね、なんか、メンバーのね、まあ、デビュー公約とかをね、叶えていく番組みたいなんだけど、で、今回の第1回目の配信では、ランちゃんのおしゃれキャンプをやりたいっていう公約とか、まあ、ミュウさんのみんなで料理を作りたいっていう公約とか、とすと、スズさんのメンバーにドッキリをかけたいっていやつとか、あと、最後、違うコーナーで、イコのお悩み相談みたいなラジオとか、結構詰め込んだよね。そう、思った思った。 なんかさ、<laughs> めちゃくちゃ、これやっちゃえみたいなギュ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 って人とかじゃない、うん。う <laughs> ね。でもいい感じにさ、まあ、稽古のラジオは一つ違うコーナーだったけど、なんか、いい感じにキャンプの中でいろいろ組み合わせられたもんね。そう。しかもなんかさ、そのみんながね、やっぱさ、なんか楽しそう。やっぱ陽キャンな感じがすごいし、うん,うん、うんうん。楽しそうだったから、見応えが本当にあったし、なんか、いいグループだなってなったよね。 いや、そうなん、んめっちゃいいグループだなって思った。なんか、デビュー前なんに、もう結構本当に関係性とかもさ、できてて、なんかさ、結構メンバーが、みゆちゃんとか言ってんのすごい嬉しかったなんか、みゆさんのこと。みゆ <laughs> ちゃん、みゆ、うん、さんさ、未経験者を引き連れて料理めっちゃ頑張っとったね。いやそうそうそう。<laughs> なんかでもほら、オリーブオイルとさ、みりん間違えてすごいさ、<laughs> もう、わーやばーみたいな。そう、終わったみたいな。終わったみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 最悪みたいな感じだったもんね。<laughs> そう。けど私、目分量の女だから、みたいな感じで、もう、その甘さを取るためにさ、いっぱいね、塩、コショウとか、ソースとか、醤油とか入れて、なんか結局、めちゃくちゃ美味しくできてそうだったよね、ほら。うん。 ねアあやねさんとかもすっごい美味しいって言ってたし。そう。あやねさんすごい美味しそうな顔しとったね。ふんみたいな。食べた後、ふんみたいな顔しとったもんね。わかる。てか、あやねさん食リポンめっちゃ上手だなと思ったわ。うん、わかる。てか、あやねさんそもそもそのさ、その、作る人じゃなかったけど、その、うん、レポーター的にも結構さ、突っ込んだりしてて、お、うん、も,もろかったよね。うん。確かに確かに。そうだね。まあ、今回その、おしゃうま料理対決でさ、ランチーム、ミューチームがあって、 あやね、りんりん、こころちゃんがリポーター審査員って感じで、なんかいい感じにね、4、4、3みたいな感じで分かれてたけど、なんかほんとそれぞれの個性がめちゃくちゃ出てるあれだったよね、なんか料理の中身とかもそうだけど。わ、うん、かるわかる。なんかさ、こんなにうまくいくんだみたいな、なんていうの例えばさ、ランちゃんのチームはさ、結局しずくさんができる人だったから、料理。うん。なんか普通にうまいことさ、二人で、二組分かれてたじゃん。一チームの中で分かれてたじゃん。うんうん なんかすごいスムーズな感じがして、それがすごい楽しそうだったし。 確かに確かにそれね。二品でちょうどね、二人に分かれられたもんね。そうそう。で、片江ミュウさんは一人で三人を見るみたいな。楽し <laughs> <に>大変そうで、それもすごい良かったね。すごいよね。なんか、ね、未経験組すごい集まったから、アベンジャーズっていうよりかは、その未経験組すごい来たみたいな感じだったもんね。<laughs> そう。だからなんか、ココナココナさんはさ、こうチキン知らんからさ、<laughs> それもやばと思って、チキン知らんと思って。確かに、そう。<laughs> そう。すごかったね。ね。ココナちゃんのさ、ぼんこつっぷりがすごかったよね。うん。びっくりした。そのなんか、そのメンチカスのさ、あの、ね、ハンバーグ作りみたいなそのね、具作りとか、はい、ね、なんかあそことかもほんとなんか、はい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 みたいな感じで。<laughs> <laughs> 確か <laughs> えー、みたいな。<laughs> 空気、空気抜くとこだよね。<う>ペン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 って。空気抜くとこの時のあの無表情っぷりが最高に好きだったんで、ね、私。確かに。わかるわかる。<laughs> あんなに無で空気抜くことないよね。そう。<laughs> なんか、なんか素でいてくれる感じがすごい良くて、私的には。ああ、わかるわかる。そうだね。 うん。めっちゃ楽しかったわ。あと、いこも結構料理やったことないから、やばかったね。菜箸知らんとかあるんだと思って。<laughs> <る>ね。そう。やばと思ってびっくりした。うん。みじん切りって何とかもやばいし。ね、<laughs> なんかすごかったよね。うん。おもろ。<laughs> とりあえず細かくしときゃ一生みたいな。なんか、そう。<laughs> いや、だからそこでさやねさんが、ほら、コッパみじんって言うし、みたいな。なんか、ね、そうそうそう。<laughs> <laughs> そう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 。<laughs> あとス、す、鈴さんも結構適当な感じやったよね。やっぱりね、ちょっと大雑把な雰囲気あるっていうか、玉ねぎとかめちゃくちゃね、もう細かい、なんかね、すごい効率悪そうな切り方しとってすごい可愛かったよね。確か,に確かにそう。<laughs> すごい荒かったよね、なんか。荒 <laughs> かった。あれ、あれ許したみゆさん偉いなと思ったもんいや、わかるわかるわかる。かる <laughs> そう。 でもほら、ミュウさんほら、やっぱ、M、MBTI でもさ、ちょっと一人違うから、なんか大丈夫だったのかもね。なんかあんまり気にせんっていうか。<laughs> かそうだね。目的達成されりゃ、まあいいと思ってそうだよね。うん、<laughs> そ,うそうそうそう。ある程度もしかしたら、その、細かいとこ忘れてたんかもしれんね、ミュウさん。すごい。うん。確かに確かに。こ、うん、んな雰囲気ありそう。うん、あと結構、ミュウチームの結構ハチャメチャな感じと裏腹に、ほんとランチームはさ、ほんといい感じに分担して、なんかちょっと、モダさんがやったことないっていうのがちょっと意外だったんだけど。思ったね。なんか、 おもろかったね。<laughs> その、うん、私は破壊よみたいなさ、なんか、そう感じること言て。でも、モーラさんにも苦手なものとかあるんだと思って。まあ、苦手っていうか、やってなかっただけかもしれんけど。うんうん。うんうん、そうだね。なんか、餃子の包むやつはめっちゃ上手だったしね、上手だったね。うん。うん。あれ、下手な人多分めっちゃ下手になるはずだから、すごい綺麗だったし。ああ、確かに確かに。器用だよね、きっとね、うん。うん。そうそうそう。あとさ、作る料理、カマンベール入りのさ、そのアヒージョみたいな、なんか、すごやったことないわ、家で。 っ思ってねそう。餃子だけでもすごい美味しいし手間かかんのにさ、それにアヒージョしてカモンベールもみたいな。めっちゃ美味しそうだったけど。そうそう。そうそうそう,そう。うん、ちょっと気になるまであるよね。え、わかる料理ね。カロリーすごそうだなと思いながらもうめっちゃ美味しそうだったね、なんか。<laughs> 油だからね、オリーブオイル。油だからそうでもアヒージョ大好き。わかる、アヒージョ美味しいよね。アヒージョさ、ムーガ貝とか私大好きだ。<え>美味しいよね。<laughs> 美味しい。 あ、いいじゃん、美味しい。あと、柿とか、美味しい。超いいね。<laughs> だって俺は、アヒージョの海に溺れたいと思っとったんだよ、昔。<laughs> 本当に。<laughs> アヒージョの油に溺れて、みたいな。ブグブグってなりたいな、みたいな。いや、わかるよ。それぐらいうまいよね、マジで、アヒージョ。マジで美味しいマジ。一滴残らずさ、バケットで吸い尽くしたいもん。うん <laughs> あ。ウィズバケット、いいねー。 <laughs> <laughs> いいねー。<laughs> <laughs> アヒージョ乾燥そうアヒージョ乾燥ブロッコリーとか入れてね。<laughs> ブロッコリー、ね、で。ブロッコリーって最初こんな感じだったんだって、そのさ、ブロッコリーの前の状態知らん。あれ、モモラさんだっけモモラさんだったんだ。最初みたいな。んうん。やばいね。<laughs> そう。刻まれたやつしか知らんかったのでお弁当に入ってるサイズしか知らんくて。最初こういう茎があってとか知らんかったんだね。ースーパー行ったことないんだろうね、多分ね。確 <laughs> かに<も> <laughs> あ、でも結構、幼い頃からほら、ね、あの、コ<ー>ロプロでやられてたから、そう,、ね、うん。 そっか。それどころじゃないんやね。それどころじゃ、ブロッコリーどころじゃない。そっかそっか。じゃお疲れ様やね。ほんとよう頑張ってきたねと思いやいや急に。確かに。いや,いや、今からも頑張るんよ。またデビューだから。今から,今からも頑張る。か張る確かに。<laughs> <laughs> あとあれじゃないなんか雫さん なんかさ、ナスのやつすごいさ、上品な感じすごかったね。ってか、なんか、その入れたち全部上品でやばいね、あの子。<laughs> あの子。<laughs> 確かに。でその横、そこの横にいる、なんかさ、チョッパーとかめっちゃ頑張ってさ、ペーって紐引っ張って。 やっぱちょっとうるさいつづみみたいなのがすごい可愛くて。わかる。マジでうるさい、<laughs> うるさい、いい意味でめっちゃうるさくてガヤガヤが、うん、ずっとなんか元気だよね、本当に。うん。なんか、うギャーって叫んでたりすんだよ、後ろで。なんか。うん、いや、わかるわかる。<う>かるつづみさんさ、あの、隣のクラスにいたらめちゃくちゃうるさいな、あの子ってなりそうだよね。いや、わかるわかる。<laughs> かるかる <laughs> 聞こえてくるんだよね、隣のクラスまでね。そう。うん、また叫んでるよ、とかなりそう。うん。 わかる。でもなんか本当に、うん、なんか場の空気が明るくなるっていうか、反応もいちいち可愛いから、うん、かそう、すごく本当やっぱ太陽みたいな子だよね。わかる、思った思った。なんか表情一つ撮ってもさ、すごいなんか良くない、うん、ふんって顔したりさ、ふ、うん、ふん、ふん。だからそれさ、さゆうきくんだから、<laughs> ネックスジの。わかるみんな。<laughs> 一部だよね。わかる人。<laughs> 一部。うん。しかも二ジプロ時代だからね。<laughs> まあまあ置いといて。いや、そう。リアクションいいから、確かにそう、バラエティーとか、本当その、外部のバラエティー出た時とかもすごくいいだろうなと思ったわ、うん。確かに。だからさ、ほん、普通結構さ、アイドルとかさ、やっぱ、 なんか、芸因さんと絡んだりとかさ、なんかあった時に、やっぱこう、うまくリアクションがなかなかさ、別にそれをすごい期待されてるわけでもないけど、かちょっと大人しかったりするけど、うん、なんかもう、元気なのが目に見、ね、浮かぶっていうかさ、こう、浮かぶよね、普通に。元気そうだよね。めちゃくちゃ浮かぶ。うん。うん。だからいいね、雫つづみコンビとかもすごいいいね、だからそう思ったら。ああ、いいね、いいね。雫さんもなんかやっぱ、うん、お上品の中にさ、その知的な感じでさ、返しも上手だし、言葉、発する言葉もすごくいいから、うん ああ、うん、いいねわかるご両親のね、うん、恩を恩返しのために料理やって フレンチトースト作ってとかさ。なんかその、しかも話し方もさ、なんか、その変にこう、声高くする感じでもなく、結構普通に喋ってる感じがすごい良くて、うん、えー、と思ってかわいいってなった。いやー、かわいい。かわいいし、その、ちょっと今まで作った料理みたいな写真出た時すごい上手だったね、やっぱなんか。うん、わかる。うん、なんでかね、その、いいお皿と共とにね、なんでかね、いいよね。<laughs> いいよね。<laughs> あとさ、メンチカツって二度揚げなんだとか思ったり、なんかそれもすごい勉強になったし。<laughs> いや、多分。いや、多分。 <laughs> 多分、ミュウさんのこだわりだと思う。あ、本当？そっか。こっちの方がなんか美味しいみたいなこと言ってたよね、確かね。かああなんか最初160度で揚げて、一回揚げて、多分、多分中に、あれでね、余熱で中まで火通すんだよね、きっと。ひき肉の。なるほどね。で、最後カラッと200度で揚げるみたいなこと言ってたよね。えー、すご。私、ほら、揚げ物しないから家で、絶対だから。うん。うん。処理大変だし、大変だから。 うん、大変じゃん。油大変しか大変しか言いたい, <laughs> いね <laughs>。いや、わかる。でも油すごい使うしね。わかるよ。そう,そう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 。うん、だから絶対やんないんだけど、もうあの感じはもうやったことあるやつだからすごいなと思ってさ、うん。いや、そう。だって、なんなら今回の2品どっちもなんかオリジナルレシピみたいな、自分のみたいな感じだったから、うん、ミュウさん。うん。うん、すごいね。すごいね。うん。あとさ、そのごめん。決まった時、あの、チーム決めの時にさ、その、料理得意な人みたいなとこあったじゃん。最初に。うん ちょっと戻るけど。その、リンリンが実は意外とできるみたいなのもすごい意外じゃなかったすごいよね。うん、そうだね。なんか、こだわりもありそうですごい。なんかちょっと、リンリンのやつも見たかったなと思ったあー、確かにね。ね、なんか中華も作るみたいなこと言ってたよね。そう,そうそうそう。そう私あと、ココロちゃんも確か手挙げてたんよ。だから、うん そう。なんか、未経験ばっかごっそり入ってしもって確。確かに。確かに、心ちゃん心なしかさ、その、レポーターのスマホ持ちながらすごい苦笑い結構しとったと思う。なんか、その、ああ、私だったらもっとやるのにな、うまくみたいな。ももだったらーってなったんだかそう,そうそうそう。<laughs> そっか、心ちゃん確かにももなチームによくいた感じしたもんね。そうそうそう、なんか横にピトっていてね、可愛かった。うーん。 あとさ、ココロちゃんってさ、なんかあの、イントロダクションムービーあるじゃん。あの、うん、ちょっと前に。ちょっと前でもないか。ちょっと出てた。あれでさ、ハイトーンとかさ、その、昔の活動をしてた時のやつかな。なんか、ハイトーンココロちゃんをってさ、すっげえ可愛くて、なんか話題になっとったんだよわかるわかる。見た見た。す すごいやってほしいと思ったの。<laughs> 似合うから。かギャル。ココここやばいよね。うん。ギャル心もココナもやばいね。いやばい、<laughs> ね、そうあ、紛らしそう、そうなんもう、結局ギャルが掃除でいいみたいになっちゃうけど。いや、そう。<laughs> 怖 <laughs> 心ちゃんね、その見たことなかったから、俺は、そのハイトーンのやつ。ああ<ー>、うん、そっかそっか、チェリバレの時ね、見れてないもんね、多分ね。うん。うん、そう、え、めっちゃいいな、絶対いつかの看板でやってほしいな、みたいな。確かに、今、まあ、でもいつかやってくれっちゃ。いいです、ね、楽しみやね。 えー、いいね。うん、あとは、その料理のね、対決が終わって、サプライズでさ、すずさんのゆるかわドッキリっていうコーナーもさ、まぁ、あ、鈴さんのドッキリの夢を叶えるみたいなところもさ、あったけど、なんかちょっとさ、みんなご飯食べてる中、ちょっと途中からそわそわしだす,すずさんがいて、 で、スタッフさんに紙コップのね、やつ渡されて、それをいきなりひっくり返すみたいなやつだったけど、すごいぎこちなくて可愛かったよね。わ <laughs> かる。<laughs> こぼすときのさ、動き下手すぎてすごい可愛かった、ね。下手すぎそう。<laughs> ポンみたいな。<laughs> そう。もっと上手くやりよう。もっと上手くやり終わったんじゃないかと思ったけど、<laughs> なんか。うん。 あーみたいな。持ってきましたって、明らかに怪しいね。なんか。そうそう。もうさ、あの、コップ空っぽい雰囲気がすごかったよね。そも,そもそもさ、水入ってるかのような動きも全くなく、急にポインってなんかさ、<う>投げるみたいな <laughs> そう。しかもさ、なんかランちゃんの方にバッってやってさ、<laughs> ランちゃんの方、紙コップブラってやってさ。 ラッチャも、急いで投げとったよね、もう、おーみたいな。こけ方もっとありそうなのにさ、全然、ああえいみたいな感じだったもんね。そう。えいってやつ感じだったのに、しかも、ドッキリ大成功とか言って、全然成功してなくないかなと思って。何みたいな感じだったよね。そう。<laughs> すごい可愛かったわ。みんな当かーみたいな、そうでも可愛かったね。そうそうそう。 ね、でもさ,それさ夢叶える言うてあれだけなんかねもうちょっとき。<laughs> って言って <laughs> 大成功でしたけど <laughs> <laughs> 確かに大成功ってことは完了だよね <laughs>。 <総>完了。<laughs> 終わってしまったわ。ド <laughs> ーン<ん>。ド <laughs> ーン。で、なんかその、まあ、最後締めみたいなところでさ、なんかランちゃん、小役達成してどうですかみたいなところのくだりでさ、結構みんなもう食べ終わってお話しする、なんかトークコーナーみたいな、最後の締めみたいな感じなんだけど、ミュウさんはずっとパン持っとったんだよね。なんかパン、<laughs> パン持ちのる話しとって、パンとカレー片手に、<laughs> 両手に。<laughs> <laughs> まだ食べとった <laughs> まだ食べとってやっぱ美羽さんパン大好きやねん <laughs> 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 かそうブレてなくていいなと思って <laughs> なんかさあれだよね食べることやっぱ大好きやん、ね、料理もするしねうん、うん、そうそうそうありがとうございましたとか言ってまだパン持っとくからね <laughs> みんなもてよっとんがに そうだよね。だってさ、日プのさ、あの時もさ、ね、本当に話題なっとったもんね。パンはみたいな感じでね。うん。うん、そうそうそう。ね。なんか、みゆちゃんすごい山盛り食べてたとかってメンバーも言ってたしね。そう。なんか、日記もご飯のことしか書いてないらしい。<laughs> パンが、<laughs> 今日はパンがありましたみたいな、そういう感じらしくて。<laughs> さすがみゆさん。ね。 しかも山梨のパンってなんかしらんけど美味しそうだよね。<laughs> ねわ、ま、からんけど。まあまあ、広げんでよくない <laughs> 山梨俺うどんのイメージあるけどパンも美味しいんかなじゃやっぱ小麦ってか。あ<ー>あ。うん、小麦はないかもしれんけど、なんかさ、わからんけど山の近くってパンうまいみたいなイメージない <laughs> 確かに。<laughs> ワインもあるし合いそうだよね。チーズと,と。合いそう。パンと。そう。決まっとるんよ、そういう風に。<laughs> <laughs> 近くに <laughs>、近くに八ヶ岳とかあるから、そういうさ、高原地帯が。そうそうそう,そう。うん、そう。で、清里とかソフトクリームめっちゃうまいんぜ知っとる <laughs> いやかなフルーツパークとかわかるよ。あの、ほったらかし温泉の本。ああ私そこ行ったことないかもしれないね山梨トーク <laughs> 山梨トーク <laughs> 広げるとこじゃないから。<laughs> で、あとは、そのキャンプのところ終わって、ま、稽古が一人で、バーンって出て、稽古のお悩み相談ラジオっていうさ、あの、ファンの方から募集したお悩みを稽古が解決ってかね、答えるみたいなところだったけど、これもめっちゃ面白かったね。てかもうさ、その芸能人として完璧すぎて私びっくりしたんだよ。びかる <laughs> すごいよね。だってさ、言うて一人じゃん。一人であんな話せるんすごくない、うんうん、いや、そうなん。なんか大体さ、私、大体さ、あの、あれじゃない そのアイドルとかって、やっぱり、声の声量が足りんがんね一人で喋るとき大体。わかる。もうさ、それ完全にさ、もうそんな、それどころじゃないレベルでさ、うまいから、声量一つとってもだし、うん、その、テンションもだし、うん、そのテンポ感もだし、その抑揚の付け方とか全部最高じゃなかった。うん、めっちゃ、そう、聞き取りやすかった。確かに聞き取りやすかったね。あ、もう意識、そういう意識もないぐらいすんなり聞けたから、うん。うん、めちゃくちゃ確かに、もう、お、 面白いし話も面白いし聞き取りやすいしで最高だったわ。なんか例えばさ今 JO1 がさオールナイトニッポン。 うん、ゼロかななんかやってるじゃん。で、まあ、ルキがさ、おしゃべりが好きでとかさ、やりたいだっけななんかそういう、あれでさ、まあ、始まってて結構長いことやってるけど、もし、ミーアイが今後、その、オエと日本じゃないにしろ、ラジオやるとしたら、絶対稽古はやるだろうなって思ったわ。まあ、確かにそうだね。うん、まずは稽古って感じするね。う,ん、うん、てか、稽古メインでやってもいいぐらいの、なんか、うまさが <laughs> あるっていうか、うん、絶対回しとかもこれはうまいだろうなって思ったよね。うん、この感じなら。わかるわかる。かるうん。うん すごいね。びっくり。だって、デビュー前でなんでこんな上手いんって感じじゃないなんかやっとったんかね放送部とかさ。<laughs> ねあでもなんかそれはあるかもしれんね。うん、うん。めちゃくちゃうまいね。超感動しちゃった。うますぎて。ねだからさ、これ、公約これで達成じゃなくて、もう全然継続でさ、レギュラーとかさ、うん、全然やってもいいぐらいのレベルだよね。あ、てか来週もやお楽しみにってつかやるよ、多分。あー、そっかそっかそっか。えーうん、嬉しい。そう。これはもう絶対この最後のこのね、何分かはもう稽古。うん でやってほしいもん、ね、うん、すごい、いいやつだったね。なんか、可能性がすごすぎて、稽古の。うん、恐ろしいよ。うん。確かに。 そう、なんかその返してる内容とかもさ、普通に良かったし。うん。わ、うんうん、かる。わかる、わかる。それも良かったね。なんか、うん、こういうさ、こういうアイドルがラジオやるって言ったら、ちょっとやっぱ最初ってふわふわってしがちみたいなとこあるんだけど、いい可愛い可愛いさで乗り切るみたいなさ。うん、それも良きなんだけどさ。そうそうそう。うん、なんかそういうあれじゃなかったもんね。<laughs> 完全に。うん、うん。だって本当に、 AKB48 賞のさ、高見な総監督の部屋並みに良かったよ。<laughs> ああ、そうだね。わかるわかる。いや、そうだと思う、うん、本当に。うん、うん。うま、それぐらいう,うまかったよね。うまかった。でもデビュー前やろ、恵子ちゃん。やばくないそうだ。 うん、おかしいよね。だって、え、マジで、別に誰がとかじゃないけどさ、AKB のオールナイトニッポンとかさ、メンバー結構コロコロ変わっちゃったから、うん、なんか、ね結構やばいなっていう回とかも結構あったじゃん。うん、<laughs> この、<laughs> テンポ感やばみたいな時とか結構あったけど、もう <laughs> ね。うん、なんでこんな上手いって疑問でしかな、ね、い。やっぱ話すの上手い人ってさ、そう、全員なわけじゃないからさ、やっぱこう上手い、本当に上手い人ってこんな感じなんだと思ってさ、ね。うん、いやー、ちょっと感心したね。 感心してしまった。なんかすぐお声かかりそうな気がする。<laughs> いや、確かに。え、これ絶対かかるよ。絶対仕事つながるわ、こんな上手かったら。ね、ここまではちょっと予想外だよね。うん。うん。うん、で、以上でね、今回はミーアの夢みたい、シャープ1の感想を話してたんだけど、いや、なんかさ、最初からめちゃくちゃ面白くて、これ、え、6話で終わっちゃうんだよね、この番組。確かに。でもなんか一方で、その、夢みたいにさ、うん、その、 いっぱい夢叶えとくから、うん、なんかもうすぐ終わりそうな気がするんだけど、どこでどういうボリュームを持たせるんだろうと思って。<laughs> 確かに。ね、今回でだってもう4人ぐらいのやつ叶えちゃったもんね。そうそう,そうそうそう。そう <laughs> なんか違う夢みたいみたいなやつが来るんだね、後半で。<ー> <laughs> ね。まあそうだね。うん。ちょっとそれにも期待だね。まあだからさ、未来の夢みたいの次の放送が楽しみだよね。そうみたい。<laughs>